サントリーのホームアリーナ大きにアリーナマイスからサントリーサンバーズ対パナソニックパンサーズの一戦をお届けしてまいります。このパナソニックパンサーズのスターティングメンバーですね、スターティングメンバーの6人がコールを受けて今コートの中に入ってきました。清水のサーブ少し動かした、ムセルスキーここは決めてきました。大塚がサーブに下がります。強烈なサーブ、サービスエースになりました。ブロック、ここは決まりました。エバレダン、シャットアウトして右腕をぐるぐる回して喜びを表現します。エバデダンのサーブ、これは強烈、ムセルスキー角度のあるスパイクをクロスの方向に打ち込んできました。今度サーブ、今度速いサーブだ、エースになった。クビアクのサーブしっかり上がった。ムセルスキーレシーブは上げている。最後は清水決めてきました。ストレートコース、追い上げられましたが最後突き放してパナソニックパンサーズが第一セットを奪っています。ちょっと乱された、ダイレクトになった。ここはサントリーが得点決めてきました。佐藤のサーブ、ブロック、ここは首役を止めました。本でしょうか、本です。大塚のサーブです、上がっている。ムセルスキー、最後はムセルスキーが決めました。25対23、第2セットはサントリーサンバーズが取って、これでセットカウントを1対1として第3セットへと入っていきます。打ち込んでいったがこれを上げている、アンダーで上げて首役決めてきました。連続得点はパナソニック、打ち込んでいったが上げています。首役プッシュ、フォローがある、惜しかった。これはあーっと首役が起こっている。ここまで7得点、サービスエースになりました。清水のサーブが決まってこれで13点目。しっかり上がった、そこだ、ブロックアウト。パナソニックパンサーズが取ってセットカウントを2対1としています。上げてブロックはフォローがあります。クビアクは清水落としていった、しかし拾っている。ムセルスキー返すだけ、2から速攻を使ってきました。ムセルスキーレシーブ、大塚のスパイクはブロックです。清水、ここはしかし上げている。ムセルスキー決めてきました。そしてサントリー、これは乱れた、サントリーの得点です。アンダーになった。ムセルスキー上げている、清水だ、ブロック捕まりました。清
水のバックアタックでしたが、ここは読んでいました。これは強烈なサーブだ。返ってきた。アンダーで上げる。返すだけになった。おっと、しかしこれはいいところに落ちました。連続得点パナソニック24対20。スパイクは打てずに、ここしかし2本しのぎました。パナソニック、さあここはどうか。決まっています。これでセットカウント2対2。復活に上がる。強烈なスパイクは大塚です。ネットインになった。少し中途半端になった大塚。しっかり上げた。これはブロックフローがある。決めてきました。畑康介、第4セットをこの畑とそして小野2人が入って少し流れが変わりました。清水のサーブです。いいサーブだ。そこ上がっている。アンダーで上げた。清水が打っていく。しっかり拾っている。ムセルスキー、13対13になりました。入っている。サービスエース。ここでリリースサーバーに西田が入ってきました。マッチポイント4回目。ちょっと乱れた。ブロック。最後はポンのブロック。サントリーファイナルセット、3点のビハインドをひっくり返して逆転勝利。フルセットにもつれ込んだ熱戦は、ホームアリーナのサントリーサンバーズがパナソニックパンサーズを下しました。セットカウント3対2、見事勝利を収めましたサントリーサンバーズ、山村浩太監督にお話を伺います。さあ、それでは勝利監督インタビューです。いや、今日は非常にタフなゲームとなりました。振り返ってみていかがでしょうか。もう言葉の通り、本当にタフなゲームだったと思います。何かこう勝利へのポイントとなった部分というのは監督から見てどこかありますか。そうですね、今日のゲーム序盤の方で私の方のミスでちょっと流れを悪くしてしまって、チャレンジ取るべきところで取れなかったりとか、ちょっと間をずらしてしまったなっていうのをすごく責任感じていて、まあ、それだけではないんですけど、それのストレスの中でも選手たちがきちっと自分たちのやらなければいけないこと、また途中から入ってくれた選手が各々が仕事をしてくれたのが今日のキーポイントになったと思います。楽しそうですね。いいですね、本当にまさにこう取りたかった、特に多分ゲームだったと思うんですが、そのあたり試合前思いっていうのはあったんでしょうか。はい、去年のシーズンではパナソニックさんに勝つことができずに優勝ということだったので、何としても今日明日の試合は絶対に勝ちたいという思いを持って今回の試合に臨んだので、結果的にまず今日勝つことができて何よりも安心しています。そして、ホームゲームとしては2023年、まあ、最初のゲームとなりました。たくさんのファンも詰めかけてくれています。明日に向けて意気込みの一言お願いします。はい、サンバーズへのご声援いつもありがとうございます。見ての通り明るい選手たちですので、これからもきっと楽しいバレーボールを皆さんに、お届けすることができると思いますので、これからもサンバーズの今日みたいな熱い試合をぜひ会場に来て、ご声援のほどよろしくお願いします。本日ありがとうございました。ありがとうございました。サントリーサンバーズ山村浩太監督にお話を伺いました。本日の VOM はナンバーイレブン畑康介。さあ、それでは畑選手にお話を伺っていきたいと思います。まずは今の率直な気持ち教えてください。そうですね、こう難しい試合を勝ててすごくホッとしています。で、今日は特に少し立ち上がり流れが悪い中で流れを変えるというところが大きかったかと思いますけれども、そのあたりいかがでしょう。まあ、劣勢を変えるためのエネルギーというのはすごい力が必要で、まあ、それを入ったからには全て出し切って変えてやろうという気持ちで臨みました。今日は本当に攻守にわたり活躍というところだったら、個人的にどちらかといえばリズムをつけやすい方なんですかね。
どっちもっす今日は非常にブロックも光ってたなと思うんですが、はい、そのあたりはいかがですか。はい、ブロックは得意な方だと思うので、まあ、自分の力スキルを信じてブロック止めに行きました。それがいい結果につながってよかったです。で今日は本当にたくさんの、ね、ファンの皆さんも駆けつけてくれています。では最後にメッセージをお願いします。新年一発目のホームゲーム、会場にお越しいただきありがとうございます。皆さんの力が僕のパワーに変わりました。引き続き今年もたくさんのご声援よろしくお願いします。頑張ります。ありがとうございました。本日の VOM サントリーサンバーズナンバー11畑康介選手でした。大きな拍手お願いします。